その後1945年昭和20年8月中にソ連は抵抗できなかった南満州南からふと千島列島北方領土を襲い月末までに制圧しました。もちろんアメリカは何もしません。今すべての日本人は日本国の主権を持っています。この国の様々な政策あるいはこの国の行く末を決める権利を持っています。有権者として ということですだからすべての日本人が政治に責任を取らなくてはいけませんドイツで30年戦争が1618年に起き1648年まで続いて大変悲惨な状況になりましたその後ヨーロッパで主権という概念が生まれましたその国の運命を決めていいのはその国の人だけということになり国民主権国家というものが生まれました その時国民はまだいませんでしたが主権という概念が生まれて主権をお互いに尊重しましょうとか自分の国の宗教は自分たちで選びましょうということになりましたその後1789年にフランス革命が起き国民主権という概念が生まれました主権を持つのは国王ではなくて国民ですということですその頃から戦争に勝つためには 国民を総動員する必要があるということになっていきました結果的に国民が有権者としてその国の運命を決めるという国民主権国家という制度が始まりました日本も明治維新以降国民主権国家として生まれ変わりました明治天皇が1867年慶応3年12月9日に発せられた王政復古の大号令で 西洋式の民主制国家になることをお述べになられております大正時代には反発政治も終わり当然ながら選挙で議員が選ばれております同盟国のドイツは違いましたがでその主権を日本国民は1945年昭和20年8月15日からサンフランシスコ講和条約が発効になる1952年 昭和27年4月28日まで持っていませんでしたつまり日本国民は当時日本国の行く末とか方向性を決める権利を持っていませんでしたもちろん選挙制度はありましたが当時の主権を持っていたのは連合軍 GHQ でしたで日本国民が主権を持っていない状況で大日本帝国憲法が改正され極東軍事裁判 いわゆる東京裁判で戦争犯罪人ということで東條英機をはじめとする日本の主導者が裁かれました戦争犯罪などという法律用語はないので最終的には人道に対する罪とか平和に対する罪という抽象的な理由で裁かれました何の法律に基づいているのかさえも分かりませんでした誤解されている方も少なくないですが例えば A 級戦犯、B 級戦犯、C 級戦犯というものがありますがあれは区分の話であって A 級戦犯は平和に対する罪で C 級戦犯は人道に対する罪で B 級戦犯が普通の戦争犯罪に対する罪のことです国際法違反である戦争犯罪ならそれに違反していたから犯罪ですと言われても納得しますが人道に対する罪とか 平和に対する罪とは何なのでしょうか。これこれこういうことは人道に違反するからダメですよとか、これこれこういうことは平和を害するからダメですよといった法律があったのなら別ですが、そのような法律はありませんでした。A 級が一番ひどくて C 級が一番軽いなどと思っている人が少なくないようですが、普通戦争犯罪と呼んで構わないのは国際法違反なので、 B 級犯罪だけです。学校教育でちゃんと教えていないので、かなりの誤解が蔓延しているのが現状です。靖国神社に対する誤解もそうです。戦争に負けたから、日本がまともな国になれた、などという日本人がいるのも不思議です。アメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリア、ソ連、それに中華民国も含めて、連合国側は全で、 日本、ドイツ、イタリアという数軸国側は悪という前提でいろいろな物語が作られました。で、戦闘が一応1945年昭和20年8月15日には終わりました。ソ連は別でしたが、ただ戦争はこれ以降も続きました。戦争の勝利条件はその戦争目的を達成するということです。戦争目的とは何かというと、特にアメリカにとっては 日本を二度と海洋国家として仮想敵国にしなくてもいいような国にして強大な海軍力を持たせないことでした歴史上空母対空母機動艦隊同士で艦隊決戦をやった国は日本とアメリカしかありませんでした現在でもそうなのですが日本には資源が乏しいので海洋国家としてしか生き残れません アメリカも大陸国家のような気がするのですが自分たちでは海洋国家だと思っている国ですなので日本とアメリカというのは海洋国家同士なのでよほどうまく利害調整をしないとぶつかる場合が少なくないのですただ幕末以来ずっと悩まされてきていたロシアソ連の脅威からは解放されたという側面もありましたそそもそも、日本がなぜシナ事変で、 中国国民党と戦わなくてはいけなかったのでしょうか本来は1894年明治27年の日清戦争あるいはその前まで遡る必要のある話です多くの人々は日本軍が暴走してシナを侵略しに行ってなどと思っておられることだと思われますやたら日本だけが悪者になっているという気もしますににははの、紹介石には紹介石の、介介石石 もちろん日本にも日本の立場があったわけですイギリスやアメリカにもそれなりの立場があってその利害がぶつかったということです善悪論で済むほど単純な話ではありませんでした知れば知るほど日本側には戦争を回避する方法がなかったと思われますそもそも日本はいつ先進国になったのでしょうか言葉の定義の問題なのですが 先進国というのは防衛的な安全保障軍事面を含みますが自分の国の需要を自分の国の企業人材だけで満たすことができる国のことです需要を満たすことができていればできているほど先進国と認められるわけですということは江戸時代の日本は先進国だったわけです そもそも鎖国できるくらい自分の国の需要を自分の国の企業を人材で満たしていたのですから。ところが黒船が来航して結果的に日本は先進国から脱落しました。なぜならば日本が江戸時代に平洋の誤報で付き合う外国をオランダ、清、朝鮮、満州に限定して貿易している間に世界の覇権国がオランダからイギリスへと変わり 欧米では戦争を基礎としてものすごい規模で技術発展が起こっていました結果的にそれまで日本国を守っていた安全保障上の最も強大な防壁であった海がその役割を果たさなくなってしまいました蒸気船でいつでも日本に大軍を運べる時代になってしまいましたからその時に日本にとって安全保障の需要が一気に膨れ上がってしまいました それに対して徳川幕府はその需要を満たせる供給ができませんでしたそもそも当時の日本には蒸気機関がありませんでしたからというわけで日本は早急に先進国の座に戻るべくさまざまな人材を海外に留学させて技術を持ち帰り西洋概念の日本語化を行っていきましたその言葉が、 今では中国や南北朝鮮でも使われております最終的に日本の高等教育を全部日本語でやろうということです最初は外国語を使っていたのですが最終的には日本語になりましたちゃんとした国語を使うのは独立国としては当たり前のことですからそれよりも重要だったのは技術つまり物を製造できる能力でしたということで欧米人が作っているものを 基本的に全て日本で作ろうと思い、様々な地域で技術発展、技術投資、設備投資が行われて、あっという間に作れるようになりました。これがユネスコの世界遺産になった軍艦島などの明治産業革命遺産です。日本が先進国に戻るために、様々な技術投資や設備投資がなされた遺跡です。遺跡というほど古くはありませんが、 で日清戦争のときにはフランスから松島という戦艦を買って戦い日露戦争の頃もまだ大きな戦艦を作れなくてイギリスからミカサという戦艦を買って戦いました要は外国から艦船を買わなければ海軍の編成ができないし海戦も戦えませんでしたまだだ発展途上国だったのに それでもロシアに勝ったというのがイギリスやアメリカを恐れさせるきっかけになりました第一次世界大戦の頃には日本の技術力はほぼ欧米に追いついていました元々の先進国がまた先進国の位置に戻ろうとしただけだから簡単にできたということでしょう日本は元々先進国だから技術の蓄積がすごかったわけです確かに一時的に離されてしまいましたが あっといいう間に追いつきましたで、1914年大正3年に第一次世界大戦が始まり欧州が戦場になりました欧州諸国の企業は主にアジアの植民地にガンガン物を輸出して稼いでいたわけですがそれが戦争をやっているので植民地の民事を満たすことにまで力を注ぐことができなくなりその結果その供給の空白を埋めた2か国が日本とアメリカでした。 というわけで日本では当時貿易黒地が爆発的に拡大して世界で第2位の対外純資産国になりました1位はもちろんアメリカでした1980年代とそっくりですつまり明治維新とは安全保障上の需要をいかに補いますかという供給能力の問題でした根幹は日本がどうやって先進国に戻りますかという話でした ただし大変残念なことに日本は先進国に戻りましたが当時の日本経済はすでに外国から資源を輸入して製造して輸出するという経済モデルでしたちなみに戦前の輸出依存度は今とは比べ物にならないくらい高いものでしたからそういう産業構造である限り日本は海洋国家である必要がありました結果的に太平洋の向こう側の もう一つの巨大な海洋国家と最終的にはぶつからざるを得なかったわけです。だから日本は戦争する道しかなかったのかと言われたら別の方法もあったと思います。例えば日本が農業国家として生きていれば戦争はなかったでしょう。戦艦なんか作れませんというような国であった場合はアメリカとぶつかることはなかったでしょう。その場合は日本には海軍がないのでロシアが間違いなく 満州と朝鮮半島の全部を領有していて日本もロシアの属国もしくは併合という道しかなかったと思われます基本的に当時の日本の仮想敵国はロシアでした後にソ連になりましたけれどもアメリカではありませんでしたそうなると海軍というのが絶対に必要なわけですそもそも資源が乏しく産業が成り立たないから海洋国家なのですそう考えると アメリカとぶつからないで済む道があったのかは誰にもわからないでしょう欧米列強がアジアアフリカといった国々で植民地を獲得していきましたもちろん子どもたちへの教育は禁止言葉もなるべくバラバラにする世界中の有色人種の国はどこかの国の植民地でしたから日本とタイだけはなりませんでしたがでそれを避けるために列強と戦わなければならなかった で日本はロシアを避けるために干渉地帯として朝鮮を重要視しましたその朝鮮を守るために日清戦争が起きて日露戦争がありましたがこれも基本的には我が国の安全保障上の問題から朝鮮を守りましたこの二つの戦争でも必ず艦隊の決戦があったわけです日本は基本的には海軍の戦いが重要になる国なのですただ 日露戦争では満州で多くの将兵が亡くなってしまったのでそのトラウマから満州は特別の地ということになります地で贖なわれた土地だからですこの2つの戦争に勝って日本はようやく幕末の頃にアメリカ、イギリス、フランス、オランダ、ロシアと結んだ修好通商条約という不平等条約の撤廃に成功しましたいつの世も 力がないと道理が通らないということです結果として日本人が満州の利権を独占しかねないのが鉄道王ハリマンの申し出を断られたアメリカや冬でも凍らない港が欲しかったロシアには面白くありませんでした実際満州も朝鮮も台湾も日本は持ち出しばかりで全く儲からなかったのですが毎年輸入での赤字がすごかった記録が残っているので明らかです 当時とといいううのはそそれこそ世界史的な話で言うといわゆる帝国主義の時代です帝国主義というのはだいたい1870年代くらいから1945年まで続きました終わりははっきりしています要は欧米列強がアジアアフリカといった国々で植民地支配を行いました日本も当然イギリスフランスロシアの植民地になる可能性はありました 南北戦争がなかったらアメリカからもやられていたかもしれませんこの時代世界中の有色人種の国はどこかの列強の植民地でした例外は日本とタイだけでしたそういう状況でロシアという世界屈強の陸軍大国を日本が破ったということで様々な影響が出ました黄色い猿のくせに白人様に盾つくのは許せないということです この有色人種差別は大東亜戦争のおかげで終わりを告げることになりました。日露戦争の日本の勝利のおかげで世界の歴史は大きく変わりましたが大東亜戦争はその総仕上げでした。大東亜共栄圏の理想を掲げて日本は戦い地元のゲリラに協力し結果としてほとんどの植民地が独立しました。問題はロシアに勝ったとは言ってもそれだけで日本の安全保障は 結局、確立しませんでした。もちろん、朝鮮半島を最終的に併合して、さらに満州人に満州国を建国させました。ただ、ポイントは海で、シーレーンを自分の国だけでちゃんと維持できるのかという問題に突き当たりました。これは現在でも問題になる点ですが、もちろん、ロシア、ソ連に対する日本列島の安全保障は、朝鮮半島を植民地にせずに併合して、 満州国国を建国させたたことで相当和らぎました日本から見ると2つの干渉地帯があることになるわけですからただ海は別でした日本列島の周りが全部海なのでそう考えた時に朝鮮満州のような大陸側にそれほど安全保障のリソースを割く必要はなかったというような意見もありますもちろん割く必要はあるが海洋国家として アメリカとどううまくやっていくかあるいは戦争しないでやっていくにはどうしたらいいのかという方が我が国にとっては大事だったのではないかと言われる方もいますでもそれは今だからこういう勝手なことが言えるので当時の方々は一生懸命に考えその時の最善の策を考えて行動されてきましたそれを非難するのは失礼ですともあれ、この後、 日本も列強の仲間入りりををしましままた。正確にには第一次世界大戦を経てとということになります。欧州が輸出していたアジア市場に供給能力の空白ができてしまいそこを日本とアメリカが取りましたということです日本でも大規模の設備投資が行われましたアメリカもしました設備投資が行われるとその国の GNP 国民総生産が増え その国の国経済規模が大きくなります日本はすごく急成長したのでバブルになってしまいました大戦景気と言われます大戦とは第一次世界大戦の対戦でこの大正バブルがはじけて昭和恐慌というデフレーションになってしまいました当時は昭和金融恐慌と呼ばれていましただからバブルというのはその時はいいのですが 後々すごく歴史を変えるような影響を残してしまいます。1929年、昭和4年10月に、ニューヨークのウォール街で株式バブルが崩壊して、大恐慌が始まってしまいます。大恐慌の場合は、日本の対象バブル崩壊よりもはるかに厄介でした。世界的に影響が伝播していきました。リーマンショックのずっと大きいものです。日本のバブルは、 あまり世界的に伝播しませんが、アメリカのバブル崩壊は伝播していきました。バブルが崩壊すると政府は節約したがるようになり、その結果国の経済がデフレ化します。歴史上何回も起きています。1873年にバブル崩壊して、イギリスでデフレが始まりました。大不況と呼ばれています。1929年昭和4年に、 今度はアメリカでバブル崩壊で大恐慌が始まりました。世界ではこういうことを何度も繰り返しています。ちなみに世界大恐慌の原因は株式大暴落ですが、1637年、関永14年にはオランダでチューリップバブル崩壊が起きました。日本のように土地でもいいです。バブルの本質というのはお金を借りて値上がり益目的に、 みんなが買うことです株でもチューリップでも土地でも実際に値段が上がるので他の人がさらにお金を借りて買うわけです値上がり目的ででバブルが崩壊すると資産の価値が暴落しますが借金だけが残りますということで国民が借金返済を始めます結果消費や投資つまり需要が減り出しますここで政府が国民のためにお金を使うどころか 増税などをすると余計に人々が節約するようになりデフレが始まるわけですデフレというのはこういうプロセスで始まりますこれは毎度のパターンでこれ以外でデフレになったケースが一回もありません問題は需要不足です需要不足をどう補いますかというのを考えたときに戦争というのは巨大な需要を生み出す最善の方法になってしまうわけです だから別にデフレの国は戦争を起こしやすいと言いたいわけではありませんが統計的には戦争が需要不足を解消する間違いない事実ということになります戦争をやっている国は大抵インフレになりますからなぜかというと国内の国民の供給能力には限界があるからです全員働いたらそれ以上は働けません戦争は巨大な需要を生み出すので それに対して十分な供給ができなくなっていきます。インフレになってしまうわけです。だから逆に言うと、デフレの国というのは、戦争になっても供給能力の不足が起きにくいわけです。だから実際に大東亜戦争期のアメリカでは、失業者だらけだったので、供給能力の不足が最後まで起きませんでした。アメリカではケインズが登場していて、 デフレという認識を政治家に植え付けていましたただアダム・スミスから始まった古典派経済学では当時デフレというものを認めていませんでしたなのでアメリカのルーズベルト政権はニューディールという正しいデフレ対策をやってちょっと景気が良くなるとまた緊縮財政をやってみたいなことをやっていたわけです1997年平成9年以降の日本政府のようです だから失業率の悪化の解消が遅れた。それが戦争で幸いした。これは事実として否定のしようがありません。